いやいやいや、何か面白いのがありました、見つけました。これなんでしょうね、なんですね。ね、皆さん、恐竜好きの人にはたまりませんね。どうでしょう、うわ素敵ですね。これ、スペックしたら2枚プレートになってるんですかね。こういう感じですか。なるほど、あ、面白いですね。こういうのが書いてますよね、皆さん。なるほど、おしゃれですね、かわいいですね。紹介しましたよね。こういうふうにですね、これから竹下塾はですね、こういうふうにですね、現地ロボをですね、たくさん取り上げていきたいと思いますんでね、ぜひ期待してみてください。ということで、また次回お会いしましょう。